どれにいたしましょう。これにいたしましょう。交代いたします。村久保さん。うえ、はい、どれがいいのか悩みますね。これがいいんですよね。わらたちのお話というか、なんというか、まあ平たく言うと決戦女学館の物語です。おめえおめえ、いってらっしゃい。両親の死んだ理由を知りたいか。知りたければ俺についてこい。お前を忍びにしてやる。
村雲。夜桜。実り。ここが比率蛇女子学園。半蔵によって一度は潰された悪人養成学校ですか。何用だ。あなたは蛇女子学園3年宮部。どうやら迷い込んできたわけではなさそうだな。私は月仙女学館の弓。今日は学園祭を申し込みに来ました。面白い。その申し出受けてたと。新たに生まれ変わった蛇女の力を思い知るがいい。いいえ、思い知るのはあなたの方です。真の善人の力というものをたっぷり教えてあげましょう。やれるものならやってみろ。両備、出番だ。了解。村雲さん、お願いします。承知。ギュッ。村雲が両備の相手ですか。久しいな、両備。相変わらず辛気臭いお面かぶっちゃって。ちゃんと洗ってるんですか。それ、下船を捨てただけではなく悪人にまで身を落とすと。正気の沙汰とは思え。村雲には関係ないじゃないですか。劉備には劉備の目的があるんです。どのような目的にせよ悪人は滅するの。はあ、もういい加減うんざりなんですけど。悪人は滅する、悪人は滅する。
あなたたちは口を開けばそればっか。そもそもあなたたちは悪人の何を知ってるの？それがどうした？え？悪は正しくない。悪は間違っている。それ以上の理由など必要なければ興味もない。だから悪は切り捨てるのみ。ブラックも鎮魂の夢に沈む。任務開始。おっさん、100連戦突破。さらに200連戦突破。いくぞ。
しょう。はあ、貴様が相手か。聞かないんだけど。やっほら、やるぞ。やだ、まだ。させ。やっちゃえ。まだ。まだ。残念でした。残念でした。残念でした。秘伝忍法。実にたやすい。分かったか。正義は勝つということだ。とどめの前に一言だけいい？いいだろう。善も悪も経験した劉備には分かる。どちらもそんなに変わりがないこと。貴様まだそんなことを言うか。善人と悪人、どちらの忍びも己の心に従って命を懸けている。違っているのは互いの立場だけ。善と悪の戦いは避けられない。それは劉備にも分かってる。でもだからこそ戦う相手のことを知ろうとする気持ちを。もういい。あまりにくだらない話でとどめを刺す気が失せた。我はこれで失礼する。おそらく何かの手違いでこんな評価になったのでしょう。そうでなければこんな評価ありえません。また少し、ほんの少し強くなったようですね。ひらめいた。我、新しい技をひらめいたみたいです。